宇宙船、ガリレオ号は、アメリカの SF 作家、ロバート・エイ・ハイナインによる SF 小説。ガリレオクラブの3人のメンバー、ロス・ジェンキンズ、アート・ミラー、そしてモーリー・エイブラムズ。彼らは、今日も、ロケットエンジンの噴射実験をしていた。スター・ストラック5号と名付けられたロケットは、はじめは良好な燃焼をしており、これまでの最高出力を達成したが、やがて爆発した。 三人に怪我はなかったが、近くに倒れている男の姿があった。駆け寄ってみたアートが言った。ドンおじさん、ドナルド・カーグレイブスだ。ドナルド・博士は著名な物理学者である。三人は彼を焚きつけて、本物の宇宙船を作らせることにした。もちろん三人も手伝う。人里離れた土地と建物を手に入れた彼らは、早速ロケットの組み立てに取り掛かった。 色々な部品を買い込み、ないものは自分たちで加工する。トリウム原子炉で駆動するロケットは、ガリレオ号と命名され、月を目指すことになった。様々なトラブルを乗り越えて、地球を離れた一行は、無事に月面に到着することができた。持ってきた資材で、ガリレオ号から離れた岩陰にキャンプを設置した。無線機を準備して地球に呼びかけたとき、すぐに返答があった。それは、 第一次がツタン検体と名乗り、ガリレオ号の位置を確認するので送信を続けて欲しいという。キャンプの外に出て見ていると、小型ロケットが飛んできた。それは、ガリレオ号の上で向きを変え、上昇していった。そして爆発が起こり、ガリレオ号は破壊された。キャンプにいた一行は、無事だったが、何者が何の目的で破壊したのか。小型ロケットは飛び去ったが、 爆撃の成果を確認するために再び現れるだろうと予想した一行は武器を準備して待った。やがて小型ロケットがまた飛んできて、キャンプとガリレオ号のザウンガイとの間に着陸した。宇宙服を着た三つの人影が出てきたが、一行が発射したライフル弾丸で倒された。小型ロケットの中にはもう一人の男が残っていたので捕虜にした。その男はドイツ語を話し、 ロケットの軽機類の表示もドイツ語だった。捕虜の話から地球上の秘密の場所でガツロケットを建造したナチス軍団は月面の地下にミサイル基地を設置し世界征服を狙っていることが分かった。この小型ロケットよりもはるかに大型のロケット、ウォータン号とトール号の二隻を持っていて、それらが交代で月に物資を補給しているようだ。小型ロケットには 爆弾が残されていたので、地下基地を攻撃することに決定した。なんとかロケットを飛ばし、地下からのエアロックに爆弾を投下すると、小石や砂が舞い上がり、それは破壊された。一行が基地の内部に入ってみると、宇宙服を着ていた一人を残して、真空にさらされた他の全員が死亡していた。誘導ミサイルは200機以上もあった。そしてガツ文明の地下遺跡を利用して、 基地を建設していたことも分かった。基地の近くには大型ロケットウォータン号が停泊していたので、一行はここを拠点にして活動することにした。ありがとうございます。